Hey, Salieri. Leave me alone. I cannot leave alone a soul in pain. Do you know who I am? That makes no difference. All men are equal in God's eyes. コーピングの練習とか、コーピングの、まあ、いい点とかですね。まあ、コーピングっていうのはね、まあ、一応名前はコーピングにしてるんだけど、はい、それこそ本当にもうなりきるわけですよ、まあ、オバマならオバマ、スティーブ・ジョブズならスティーブ・ジョブズ、それから映画とかドラマのキャラクターでもいいですよね。で、僕実はさっき言わなかったけど、映画のコーピングというんですか、はい、Back to the Future と、はいはい、アマデオスね、はい、もう古い映画での1980年、はい、多分知らない知らない知らないそれを、はい、もう何回も見て、あ、そうなんですね。でそしたらその、まあ、トイックの教材なんかはそんなに感情入ってないでしょ、はいはいはい、うん、でもその映画とかドラマっていうのは当然役者がやっているんで、はいはいはい、その場面の意味、それからそのセリフの意味、はいはい、をちゃんと五感で感じながら、うん、それを自分の頭の中でイメージしながら音を真似る。なるほど、うん、こういうことができるわけですね。で、まあまあだから僕はなんか勉強としてやったというか、本当に、はい、あの遊びでやってましたね。あ、そうだったんですね、うん、そうだからアマデウスの映画の最初の方なんかもう全部一人でやるわけですよ。へー、全役を。うわー覚えてます、なんか覚えてますよ。例えば牧師さんに告白し始めるシーンがある、はい、まあ、し始めるというか牧師さんが話を聞きにカウンセリングみたいなことをしに来るシーンで、はいはい、Hey Salieri, leave me alone. I cannot leave alone a soul in pain. Do you know who I am? That makes no difference. All men are equal in God's eyes. Are they?なるほど。あの、まあ、ちょっと二役、うん、そうそうそう、ね、僕さんはもうそのね、あの真面目に仕事をしようと思って、あ、まあ、聞き出そうと思ってるわけですけど、あのサリエリというのは神に裏切られたと思って、でモーツァルトを死に追いやって、うん、Equal in God's eyes、うん、っていうのに過剰に反応してるわけですよ。で自分はその自分の全てを捧げて神に尽くして、でそのためにあの音楽の才能をくださいって祈り続けて、うん、まあ、それなりに成功はしたんだけども、うんうん、もうその道徳心とか全くないようなモーツァルトという若いやつが、うん、神のことなんかもう一切考えてなさそうなやつがもう圧倒的に自分より才能が高い。あ、なるほど、うん、でまあその妬んで神にこうまあ、恨んでというかな、でその神の化身であるモーツァルトを潰すみたいな、うん、そんなやつなので、うん、そういうその感情を込めたわけですね。あーぜーみたいな。そう、そうですね、感情って重要ですね、うん、やっぱ結構音読とかかなり、うん、もう何の感情もなしに読んでる、うん、ま、真似してくださいって言っても本当に真似だけしていて意味とかその裏にある気持ちとか全く考えずに、うんうん、音だけ発してるっていうようなケースってありますよね。はいはいはい、いますね、そういう人。あれだとなかなかこうこの自分が使える、うん、言語能力に転化していかないに違うかなっていう気がします、ね。いや、わかりますかね。I'm sorry とか言って、本当に思ってるのって言いたくない。確かに。それはね、それ役に立たないですよね、実際に自分が使う場面でね。なんでちゃんと意味が分かるというようですね、うん、意味が分かって意味とその、まあ、気持ちですね、ある程度ね。そうですね、意味分かんないと確かに気持ちなんか言えられないですね、うん、無理無理無理。なるほど、だから意味を考えるということですね、うん、が重要だと思いますね、うん、というのをちょっとまた今度大阪でセミナーをする。あ、ね、はいはいはい、もしその今聞いただけでちょっと興味は持ったけど具体的によう分からんわというのはことがあれば、はい、ぜひぜひ、はい、いつ、ね、3月17日の日曜日、はい、日曜日、確か10時から7時、10時から5時半、はい、うん、アワザという駅があります、はい、本町の近くね、はいはい、アワザ本町か町
本町、本町、本町、うん、あの、四ツ橋線側の本町ってこれすげえローカル、全然わかんない、その方には全く何のことは分からない東京では多分僕の塾で、あのセミナーありますから、ネイティブがやるやつですけどね僕は神戸にいますんで、おなんでそちらはあったら、ね、プラスカラーイングリッシュカフェ&スクールという、ね、あところですね、はい、ぜひ、はい、ぜひ、概要欄に貼っておきますので、ありがとうございます、見てみてください。じゃあ、こんな感じで、今回は、わざわざありがとうございます。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.